こんにちは、みやこです。今回はこちらの0戦52型の後半部分をやっていきます。日の丸をねマスキングして塗装したり、ここのね針線もちょっと初めてやってみたので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。前回まではね、このコックピットの周辺までをやりました。説明書で言うと7番までですね。今回は8番からババババババって進めていきたいと思います。まず最初にここの穴をねドリルで開けるという指示があったので、ピンバイスで穴を開けていきます。この穴は1ミリの穴で開けるっていう指示がありました。くり抜く穴のところがもう初めからくぼんでいるので、ガイドとかなしにね、いきなりピンバイスで開けても全然問題ない優しいキットですね、これは。接着剤はね、前回も使用していた流し込み接着剤で接着していきます。こういう広い面にはね、ベタって塗ってるんですけど、本当はね、点点点ってつけるのがベストらしいです。なんかベタってやるとね、塗りすぎた時に接着剤がベチャってなっちゃうのでね、そこはね、私みたいにこうやってベチャって塗らないように気をつけてください。説明書を読んでいるとね、塗装してから接着した方がいいのか、接着してから塗った方がいいのかっていう、永遠のね問題がありますね。私もこれ説明書だけ読んでたらきっと多分わからなくなってたと思うんですよ。大越智恵先生の本を読んで、あ、ここまでつけて塗装した方がやりやすいんだみたいなのを知って、あ、私もまだまだ説明書を読み込めていないなって感じましたね。大越智恵先生の本はすごいわかりやすいです。ここまで組み立てて塗装した方が楽だよみたいなのも教えてくれるし、こういう飛行機模型とカーモデルと戦車のそれぞれの組み立て方、塗装の仕方も載っているので、まあこれ買えば、まあスケールモデルは攻略できるかなみたいな自信をもらえる本ですね。今回のこちらのキットは3種類のゼロ線を作ることができます。組み立て時からね、もう3種類どれをやりますかっていう選択があるんで、あらかじめ決めておかなきゃいけないんですけど、今回私はね、0戦52型コーの中島製を選びました。もう2つは、0戦52型の中島製と、0戦52型の三菱製の3種類から選んでね、みたいな感じのキットです。なので、どれを作ろうかなって選ぶのも楽しみでしたね。私は一番多分メジャーなものを選びました。いよいよ今回のメインどころの機体の塗装をしていきます。その前にね、まず最初に作っていたコックピットの中に塗料が入り込まないようにしっかりとマスキングをしていきます。あらかじめできたらこうやってティッシュで包んであげると、よりね密着して塗料がね入りにくくなります。このティッシュ作戦はね、大越智恵先生の本に書いてありました。マスキングが終わったので早速下地を拭いていきます。1回目は角長を狙って拭いていって、2回目で全体をバババって塗っていく感じです。その方がね、厚塗り防止できます。2度目でね、こうやって全体的に色がついたら OK です。下地のサフが乾いたら、次は下色のね、この薄い色から塗っていくことにします。最初のマスキングはね、雑でいいです。大雑把にこんな感じで白い部分を多めに塗るようにすると、次のマスキングが楽かなって思います。上を塗るときはしっかりね、丁寧にマスキングをやっていきます。ほんで、白い塗装ですね。今回はタミヤのね、説明書通りの色を使いました。この白色をやって塗っていきます。こんな感じでね、ここだけ下塗るのは分かっているので、下を狙って拭く感じで、上のマスキングは特にやってないですね。次に上を塗るので、下の薄い色は隠れちゃうのでね、マスキング嫌いの私はなるべくマスキングをしないぞということでこんな感じでやっていきます。で、こちらも2回拭きですね。2回目で広い面積を塗っていって、2回3回でしっかり色がつくように拭いていきます。ふう、これで結構、白目になりましたね。マスキングを剥いだらこういう感じになります。で、次は上の濃い色を塗るので、この曲線用マスキングテープというのを使います。これね、すごい伸びるんですよ。力入れるとね、より伸びるので、力をかけながらね、グネグネって伸ばしていって、ゼロ線の曲線ラインをきれいにできました。
そしてさっき白色塗った部分も綺麗にマスキングして緑色がつかないようにします。緑色を塗ったらこんな感じになりました。おー、ゼロ戦っぽくなりましたね。このマスキングを剥がす時のこの緊張感ってありますよね。あー、色が染み込んでないかなとかいろいろ考えながら脱いでいくととても楽しいですよね。この曲線マステでうまくできなかった塗料がね、ちょっとはみ出ちゃったところは後で修正していきます。続いてね、タイヤを組み立てていっているんですが、ちょっと私の指汚すぎますねこれ多分バンシーの夜光塗料をした後に作業していたみたいでね、ちゃんと指の汚れ取ってからやるよみたいなまあ多分これ光りますよ、ブラックライト当てたらっていうしょうもないことですね。それにしてもタイヤの出来もすごいいいですね。組み立てるとこんな感じです。めっちゃ可愛いです。今回はマスキング地獄ですね。こちらの風貌なんですけど、こうやってねキットにもともとこういうマステがあって、この通りに切ればうまくね窓のところのマスキングができるよっていうので、これをね活用します。いやー、これがあるとめちゃくちゃ助かりますね。風貌ってだってゼロ戦のなんか顔みたいなメインですよね。一番目に入るところなのでうまくやりたいところですね。でもこれね、切って貼るだけなのですごい簡単です。手間かかるけどこれやったらね出来栄えがだいぶ変わるのでね、このマステは本当キットに入れてくれてありがとうみたいなありがたく使わせていただきました。本当なんかこのゼロ戦のキットは親切ですね。で、内側もね黒色が入り込まないようにマスクします。それでまずは黒色の下地を作りました。この後に上のね緑色を塗れば完成です。この後のマステ剥がしがすごい気持ちよかったです。わー、あ、うまくいってそうですねみたいな、結構ね楽しいですよね。こういう細かいマスキング剥がす時の快感ってありますよね。おー、うまくいきましたね。ほんとタミヤのこのマステがあるとだいぶ助かりましたって何回言ってるんですかね。マスキングが終わったらまた新たなマスキングですね。このスーパーパンチコンパスを使って丸をくり抜いているんですが、これね、日の丸をね、自分で塗装してみようっていうことでやってみます。付属の日の丸のデカールちゃんとあるんですが、なんかある本をだいぶ前に見つけていて、そこにね、サークルカッターを使用して日の丸を塗装で再現しようっていうのがあって、当時買った時の私には、デカール使えばいいじゃんって思っていたんですが、あ、やっぱ自分でやることでね、手間かかる分愛着も湧いて、より好きになるかなと思って今回やってみます。でもめっちゃ難しかったです。まず全体的に白色を拭いていきます。白縁の部分と、あとその赤い丸の部分も下地白い方がより映えるかなと思って全体的に白を拭きました。それで次赤い部分を塗りたいんですが、これちょっと本のやり方と違くて、本の場合はねもうちょっと簡単な方法があったんですが、私はミスってね、この白縁の部分を避けて塗装するんですが、あ、もうね全然うまく貼れなかった。そう、多分ね真ん中にちゃんと来てないんですよ。とりあえずね赤を拭いてみました。マスキングを剥がしてみます。おー、ね、なんかねうまくいった風に見えるでしょ。でもほらちょっとずれちゃったのやっぱ教科書通りのやり方じゃないっていうのと、あとは私の経験不足ですね。個人的にはねめっちゃ感動したんですよ。これでもね、あ、うまくできたって思った方なんだけど、いやーちょっとね教科書と全然違うしね出来が、あー、もうちょっと練習あるのみですねこれは。でもこうやってね手間かけた分、もうこの時点でこのゼロ戦のこと大好きですよ。続いてもねマスキングをします。この黄色のラインもね、どうせならデカールじゃなくて自分でやってみようということで黄色を塗ってみました。おー、こっちはね結構うまくいきましたよ。まあ、直線っていうのもあるのでとてもやりやすかったですね。いやー、この黄色めっちゃお気に入りです。色はガイアノーツのオレンジイエローを使いました。でね、裏の日の丸もちょっとやり忘れてたんで慌てて赤色を塗りました。そしてマスキングミスったところを筆塗りで修正していきます。まあ、細い筆を使ってね、このリタッチがねすごい手が震えながらやりましたね。緊張しました。で、薄く薄く何度も何度も塗り重ねていって、ムラもなくしつつ色も修正するっていう形を取りました。これね時間かかるんですけど、出来栄えもね結構良い気がしますね。厚塗りもあまりせずに色も映えて、はぁ、
ちょっと下手くそなんですがね、私なりに結構うまくできたなっていう感じです。トータルで多分 4,5 回は塗って乾かしてを繰り返しているうちにだんだんね色が塗ってきて、おーっていう出来になります。今までは筆で修正とかやってらんねえって思ってたんですけど、まあいい筆を買っていたのでね、もう座禅やる気が湧いていきますね。やっぱなんか形から入るって私に合ってるんだなって思います。細かい部品はあらかじめ塗装してから接着っていうパターンが多いですね。これでもちょっとデメリットは、接着剤をつけすぎると塗料が剥げてしまうっていう恐れがあるので、接着剤の量には気をつけながらやるんですが、それでもね手間を考えたらこっちの方がいいかなって思ってやっています。でね、なんか仮組で接着剤いらなくても綺麗にはまったっていう落ちる可能性ねえなって思ったところには、もう接着剤つけずにねそのままはめているパーツもありますね。それでも全然心配ないですね。しっかりはまってくれたのでね。でこのタイヤを地面に置く瞬間が緊張しましたね。あーでもうまく止まってくれました。よかったです。これでねタイヤがガボなんて言って偏ったらもうないぽよですよね。ないぽよっても死語ですかね。使わないですねあんまり。そう最近思ったのは、なんかピエンってあんま使わなくなりましたよね。なんか去年一昨年ぐらいはしょっちゅうピエンピエン言ってた友達がいたんですけど、もう最近めったに言わなくなりましたね。そういう言葉のサイクルが最近めっちゃ早いですよね。ずっと生きてる言葉もあるんだろうけど、なんだろうね、ピエンもないし、何々しか勝たんっていうのも最近なんか若者は使ってないような気がするんですよねっていうね、なんかまあ私自身もね若者と触れ合う機会っていうのが全然ないからわからないんですが、もう私もアラサーなのでね、アラサーらしく振る舞わないとっていう思いはありますよね。こんななんかふにょふにょなままでいいのかっていうところもちょっとは考えてますよ。はい、気を取り直して動画の説明をします。今墨入れをしているところですね。こちらの今使っているタミヤの墨入れ塗料は希釈なしでそのまま使えるのがめちゃくちゃやりやすいですね。どんどんもうねラインがめっちゃあるので墨入れのしがいがありますよね。はみ出したところは後でエナメルのね薄め液でガンガン取れるので、ここはもうめっちゃガンガンやっていきます。綿棒にエナメルの薄め液をつけて、この時のポイントは一定方向に擦るっていうことですかね。そうするとね、はみ出した部分もいい感じに一定方向に流れて、いい感じの なんかできるよって先生の方に書いてありました。続いてデカールを貼っていきます。今回こうなんかこれお菓子のフィルムのなんかゴミのやつみたいですよね。これなんか細長くてすげえ取り付けるの苦労しました。動画ではね、こうやってスムーズに見せているつもりなんですけど、これ一応505倍の速さでお送りしていますね。ほんとこれ苦労した。もう二度と貼りたくないなって思いました。大きいデカールは大変ですよね。なのでこういう小さいデカールの方が私は得意かな。小さい方がね、位置ずれてもすぐ直せるし、大きいやつだとね、なんかずれたりするとさ、シワができたりしてね、大変ですよね。でここねデカールをなぜ切っているかっていうと、このお尻の尻尾の部分にこうやって貼り付けるんですよ。多分本物は後ろの方が動くのでデカールも違うだろうみたいな感じでちょっと切って貼ってみました。もうリアル感が出ましたかね。最後の仕上げは艶消しを使いました。ここでちょっとプロペラが動くからちょっと遊んだりもして早くやれよっていう感じなんですけど、まず最初にねついたホコリを飛ばすところから始めます。でホコリがしっかり取れたらねコート剤拭いて、まあ一回拭きかな、ささーってやるだけでもね本当に艶消ししてくれるので薄めに拭くようにしています。裏面もね忘れずに艶消しを拭きました。続いてボンドを準備します。クリアパーツに接着剤つけると接着剤が発火すると本に書いてあったのでボンドを使ってね接着していきます。まあボンドはね乾いたら透明になるし、いいことづくめだなって思いましたね。ただ乾燥に時間がかかるっていうことかな。であとは一応つけすぎないようにね点付けしてゆっくり丁寧に貼り付けていきます。もうここはね大事なところなのでね、あまりミスは許されませんよね。
それでね、あんまり多分真似してほしくはないんですが、クリアパーツはね、まあ指紋がつき、目立ちやすいのでね、本当はピンセットでやった方がよろしいかと思われます。私はね、もう手の方が操作性に慣れてしまってね、後で拭いてますね。で、今回ね、風防はちょっと開けた感じにしました。そしてこのクリアパーツなんですけど、とっても小さいので、まずランナーについた状態でクリアを塗っています。その後ね、こうやって切って、ボンドくっつけて貼り付けるっていう作業なんですけど、もうパーツが小さいのでね、本当にめちゃめちゃ大変でしたね。はい。いよいよ針線を貼っていきます。こちらのメタルリギングの 0.35 と接着剤を2種類準備しました。サラサラ状とゼリー状ですね。こちらは伸ばしランナーといって、ランナーから作り出したものですね。どうやるかっていうと、このランナーをライターで炙って曲がるんですよ。で、それを曲がったところをグネーって引っ張ると、見事ね、こういう細いランナーが出来上がるわけです。で、間の距離を測って、メタルリギングを必要な分、ちょっと長めに準備します。それで、ゼリー状の接着剤をまず準備して、そのメタルリギングのね、両端にくっつけます。それで、ここからもう、端と端に合わせてくっつけるんですが、めちゃめちゃ緊張して時間かかったし、これ失敗して2本目なんですよね。で、この後伸ばしランナーを使ってさらに補強をかけます。ジェルすくって、次に液サラサラのすくったのを端っこにこうやってね、さらに補強することで、両方の接着剤のいいとこ取りということで、これもね、 YouTube の方を参考にしたので、概要欄にリンク貼っておきます。苦戦したけど、結果的にね、いい出来栄えになりました。最後まで見てくださりありがとうございます。いかがでしたでしょうか。こちらのゼロ線ですね、大越智恵先生の本を元に作ってみました。ここもね、先生は開けていたので、開けてた方が仲良く見えるなと思って、開けっぱで接着してみました。もうめっちゃ緊張してよ、この針線初めて使いました。失敗して2回目なんですけど、でもあるのとないとではやっぱりなんか違いますね。めっちゃかっこいいです。これね、完成シーンもっと詳しく載せて、優秀館でのゼロ線の様子も動画に撮ってあるので、それと一緒にね、なんかゼロ線の解説も詳しく動画にするので、ぜひそちらも見てください。この動画が良かったら、グッドボタン、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。インスタグラムもやっているので、概要欄からぜひ見てみてください。今回参考にした本とか、使った道具とかも概要欄に載せているので、気になった方はぜひそちらもチェックしてみてください。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。次はガンプラの動画をあげます。それでは。では。